ハロー YouTube、 天野さん、ゆとりライフ、速稼塾の久保でございます。今回ね、天野さんの動画、私気づいたことが2つあります。そして、まあ、これすごいじゃないかと思いましたね。今回の動画何見たかっていうと、あの40男の言い訳ってやつですよね。その内容はともかくとしてですね、あの表情なんか明るくないですか。今回の動画、車の中で撮ってらっしゃる割にはなんかワクワクドキドキっていうかね、わかんないですけど、心の中をそのまま表情にしてるみたいな感じで、とってもグッドだったです。そしてもう一つなんですけども、多分ね、何かのご用事の隙間で撮ったと思うんですよ。この感覚いいですね。あの何かと何かの用事の隙間でポンと車に乗った時に1分2分の動画を撮って出しする、撮ってすぐにねアップロードする、この習慣大事なんですよ。この習慣がね、で私もですね、今日病院行ってきたんですよ。病院の駐車場に車を置いて、病院の敷地な建物の中に向かうまでに1本撮ってるわけですよ。こういうことができると、こういうことができると YouTube が生活に入ってると、もっと言ったらね、 YouTube という中に自分が暮らしてるみたいな感じですよね。これがいいなと思います。そしてですね、40男の言い訳よく分かりました。まあいろいろとね、うまくいかないところなんだと思います。私が考えているのは、音声を取るものとバンディーカムで取るのと、やっぱり合体させるっていう方法ですよね。で、私の使ってるパソコンっていうのは、パソコンに音声の入力機能がないんですよ。ね、すごいですよ。もう7、80万するパソコン、Android、エリア51なのに、Android じゃないわ。エイリアンのね、51、エリア51なのに、マイクの機能ないんですよ。最近のノートパソコンだったら、どれにでもカメラとインカメラとマイクの機能ついてるんで、パソコン1台で収録できるんですけども、私のはできないんですよね。まあ、そう考えていくと、パソコンの環境に関わらずね、私の場合はスマホで音声を撮る、でバンディーカムで画面を撮ると、それを合わせて皆さんのところに放送しているということで、まあ、トータル5分ぐらいしかかかってないんですけども、だからできるんではないかなと思います。もしくはこういうのも買ってみたりしますね。これ見てください、ボイスメモです。これね、2000円ぐらいです。 Amazon で買いましたけども、すごく頑丈で使いやすいです。これはね、このスイッチを押すともう録音が始まるんですよ。で、充電も USB から簡単楽々ですね。これすごくおすすめですよね。まあ型式はわからないんですけども、あのボイスメモで検索したらね、いくらでも出てくると思いますんで、これは、イエメンレン、なんかよくわかんないブランドですけどもね、わかんないですけども、何でも OK だと思います。はい、ということでね、あのどういうふうにすれば伝わりやすくできるかなっていうことをやっぱり考えながらやることと、いつもね、なんですかね、発信者視点ではなくて受信者視点で考えていくってことが動画にはすごく大切なんではないかなと思います。まあその意味ではね、別に天野さんサボってやってるわけでもないですし、やろうと思ってるけどやれてないってところは、まあちょっと頑張ってくださいっていうことなんですけども、お気持ちよく分かりましたんで、やっぱりね、そういうところを意識しながら改善していこう、改善していこう、またできるはずだ、またできるはずだみたいなね、感覚でいいと思います。でもね、それはともかくとして、今回いいところが2つ私にはね見つかったんで、天野さんよかったですよ、とメッセージをエールを送りたいと思います。ではまたお願いします。